Love is like a roller coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about us. 皆さんこんにちは、リコです。本日はですね、ご覧いただいた通り髪を私染めましたので、その髪を染めて、なんか結構服装とか本当選ぶなっていう風に感じたので、まあ今日それに合ったメイク、一応ねこの髪色オレンジみたいな感じにしていただいたので、まあ、オレンジメイクみたいな感じでちょっとメイクをしていこうかなという風に思います。それではレッツゴー。はい、ということでメイクをしていきます。髪色はね本当にこんな、まあね若干色落ちしてきちゃったっていう感じです。すっぴんなのでメイクをしていきます。もう本当にね変わらない、ごめんなさい、マジで私の YouTube いつも毎回見てくださってる方に本当に申し訳ないけど、私の下地のねこの過程は変わることがないです。しばらくは本当にごめんなさい、マジでつまんないよね。意識の高い方とかはさ、毎回多分違うさファンデーションとか紹介したりするんだろうね。もう分かんないの、一回これってなっちゃうとさ、もうそれ以外怖くて使えなくなっちゃってさ、私実際何がいいのかとか全然分かんないからさ、今はツヤツヤになるやつだけになりました。続いてこちらです。マジでいつものスピンメイカーリキッド、これマジでいいんだよね。これで SPF も入ってるので、ほぼこれで日焼け止めっていう。曇りの日ほど紫外線強いとか言うけどさ、曇りの日ほどさ日焼け止め塗りたくないんだよね私まあスプレーの日焼け止めとかでちょっとね手抜いちゃったりするけど、とかもうあのメイクするときはこのスピンメイカーリキッドので、 SPF30 プラスプラスプラスみたいなの入ってるからさ、まあいっかなとか思っちゃって、あー岩盤浴行きたい。あーマジで岩盤浴にハマっててさ、もうこの動画が上がってる頃には多分インスタにねアップされてると思うけど、みゆっちと鬼怒川温泉に一泊行ったんです。最近もうめっちゃ楽しくてさ、その行ってる日に私のあのまつぱと眉毛に最近行ったばっかりなので綺麗なうちにやろうっていう感じですまあでも本当にね眉毛もマジで最近やっていただいたばっかりでめっちゃ綺麗なので、今まあいつも通りペンシルで描き足すぐらいにします。もう明るさは十分カラーしてるのであるので、これでアイメイクに移ります。そう、それでオレンジっぽいメイクをしていくんですけど、この前の購入品のこのアイシャドウパレットめっちゃ良かったからこれ使っていこうかなと思って、ここのなんかねロゴが入ってる薄いブラウンみたいなアイシャドウをとりあえず全体にベース的な感じで広げていきます。かわいいこのアイシャドウ、やっぱり。そう、それでみゆちと鬼怒川温泉に行ったんですけど、その鬼怒川温泉に行ってる夜にちょうど純割メイクの YouTube が更新されてて、でそれを一緒に見るっていうことをしました。でちょうどあの YouTube でさ、みゆちのことを私話しててさ、みゆちのことっていうか、なんかみゆちゃんがそのメイクすごい全然できてるじゃんって褒めてくれたって、それでやる気出たみたいなこと話してて、そうだと思う、これ今みゆちろのこと話してんだよねって言って、それ見せたらめっちゃ喜んでたかわいい、嬉しい。そう、それでみゆちと、あ今こんな感じです。これを使います。これを二重幅にのせていきます。こんな毛先染めただけですごいやっぱ洋服選びちょっと難しいなって感じたから、しょっちゅうさ全頭染めてる人とかマジで洋服すごいよね、それでコーディネートできるの私全然わかんないよ。メイクとかもさすごい難しいなと思った。かわいい、今二重幅に抜けました。で、まあ、下まぶたにも少しだけこんな感じです。これで一旦このアイシャドウパレット一旦ちょっと待ってもらって、今日もう一個使います。こちらちょうどめっちゃいいオレンジがこの下の段、これ
これめっちゃ可愛くない？すごいめっちゃラメ伝わって、可愛いこれ、夏だ、夏っぽい。これをね抜けていきますよ。どうですか、ラメラメ、ラメラメしてる？ラメラメ、オレンジラメラメです。で最後にもう一回さっきのアイシャドウパレットの、ずっと気になってた、やっぱこういうパレットです。何がいいって大粒のラメが入ってることだと思うんだけど、この大粒のラメを使っていきます。サーモンピンクっぽい感じ、下まぶたの目頭に。うわかわいい、まあ、若干わかるかなっていうぐらいのキャンっていう感じです。そう、それで身内、何回話戻すんだって感じだけど、それで身内と絹合わせに行って、まあ、私がねちょうど YouTube 見て2人で楽しかったよっていう話もあるんですけど、まあ、その泊まった宿がめちゃくちゃ良くて、で岩盤浴あるよって身内が言ってくれて、なんか身内はなんかもうちょっと待って一回仮眠させてとか意味わかんないこと言ってていや待って一人でも入るからって言ったんだけど、まあ、無理やり最後は強制的に連れてったわけね、岩盤浴に。そしたらその岩盤浴が二人専用だったのね。結構何人かいらっしゃって、その中で予約制なのかなと思ったけど、二人の部屋だったの完全に。だから着替えてるところとかも二人だけだし、中も二人分の岩盤浴のその寝るところがあるみたいな、めっちゃ最高な状態で、身内もテンション上がった。え、二人なのみたいな。二人でずっと暑い中最近の話とかしてめっちゃ充実してたっていう話がありました。まあ今日もアイラインはもう引かないでマスカラに行きます。マスカラです。いつものエチスの下地を塗ります。最近マツパほら定規やっていただいてるからめっちゃ綺麗に、ありがたいですわ。最近1週間に1回ぐらい行けてるんだけど、めったに行けないからさ、そんないいところ。あれはね、さすがに入ってよかった、あの岩盤浴は。だし、温度も全然違うのよ、場所によって。岩盤浴ってめっちゃ暑いところもあれば、結構お風呂ぐらいの温度でじわじわ汗かくパターンのやつもあって、そこはね、割とじわじわ汗かくパターンだったから、マジでよかった。なんかみゆっちゃんサウナは好きらしいんだけど、岩盤浴あんまり入ったことなかったのかな、みたいな感じだったから、一緒に入れて。嬉しかったです。でなんかしかもその鬼怒川温泉行ったのが土曜日だったんですけど、なんか土曜日だと花火が上がるらしくて、なんか宿の方綺麗に見えるところを教えてくださって、身内と夜そこまで行ってっていう、今年初花火も見れちゃってなんかめっちゃ得した気分でした。そうだ、今日はめっちゃ可愛いチークを使おうと思ってたんだった。これえ？これ最近共演したここからいただいて、めっちゃ可愛い、ずっと使いたくて、ちょっとオレンジっぽいから今日にちょうどいいなと思ったので使っていきます。可愛いね、やっぱチークって本当に。ほやほやほや、こんな感じでできましたとさ。とりあえず髪の毛をストレートに、前髪とかも直してきて、その後リップ塗りたいと思います。はい、ということで髪の毛をサラサラに戻してきました。なんかそうブリーチこれ1回だけしたんですけど、そのケアブリーチみたいのを大和さんがしてくださったので、毛先までねマジでサラサラなの。トリートメントもしてくださったっていう感じでリップを塗っていきます。リップこれにしました。オレンジ、一応やっぱオレンジメイクっていう企画倒れをさせるわけにはいかないので、かわいい、オレンジ、オレンジで、さらにもう一個重ねます。今日はこれはもうよく持ち歩いてるリップなんだけど、はい、こんな感じでナチュラルに本日は仕上げてみました。完成。はい、ということで本日はオレンジメイクをしていきました。
そうですね、もうこの髪色も本当にもうすぐでお別れなので、ちょっと動画いろいろ撮っていきたいなっていうふうに思ってたから、よかったなっていうふうに個人的には思ってます。で、今日はこの後友達と陶芸をしに行きます。人生初陶芸をしに行くので、メイクもしたので、もうすぐ時間なのでもう行ってきます。それではありがとうございました。バイバーイ。